で、私は洗礼投げの時に、意識しているのは、相手を崩しやすい方向に崩す。Hello guys, long time no see. I'm doing well, and now we're headed for Japan for the Japan Judo Tour, and we're gonna go visit six different places in the Tokyo area, including literally the best dojo in Japan. I wanna share our experience with you, so I'll see you in Japan. Because shooting an anime is like 200 extra bucks.Oh, 俺たち he did a live stream yesterday on the... おはようございます。おはようございます。本日はアメリカのカリフォルニア三ノ瀬から中野柔道アカデミーが日本に来てくれました。カリフォルニアにやったのはいつでしたっけ？2018年にやった時、コロナがなってしまってずっとできなかったんですけど、こうしてなんか、日本に来て、皆さんと一緒にこう柔道ができると本当に素晴らしいことだと思います。今日は、十分柔道を楽しんで柔道最高にしましょう。よろしくお願いします。2005年にアジアチャンピオンになってます。6年です。2006年です。アジアチャンピオンです。で、今日は、稲妻の背負い投げを稲妻で、はい、普通じゃなくて今日は稲妻の方の背負い投げをちょっと稲妻っていうのは本当に言ってるんで、周りが言ってるんで普通の背負い投げです。じゃあ、よろしくお願いします。
としては相手の足のちょうど対角線上っていうんですか、このまっすぐこう線があったら、このこっちの方向に相手はこう弱いんです。これを狙って力を加えます。で、加えるときに手は、手首がちょっと中に入ってますね。あ、上の方で、なぜここを持つかというと、ここだとちょっと反則になっちゃうんですね。ちょうどギリギリぐらいできるだけ端を持ちたいんですけど、なぜこうできるだけこっち側だという見ると自分の力が相手にこう加わりやすい。こっちだと相手の脇が強いから、なかなか脇を締められたら上がらないので、できるだけ遠くでグッと上げた方が開きやすいです。では、立ちながら相手を前に引っ張る。これ、引っ張るときに自分が入るんじゃなくて、自分のところに引っ張るというのが大切です。すごく大切ですね。自分のところに引っ張る。相手を、この対角線より引っ張る。で、相手の状態が、こっちだったら、こっちになって、こっちです。わかりません。相手の足が、こういうふうに並んでたら、今度こっち側に引っ張る。で、崩します。なので、あくまで相手の足が揃ってる、対角線上に、真後ろに引っ張る。この時に上半身、顔は相手の方見たまま引っ張ります。見たまま、で、釣り手はこの人差し指のこの拳、この拳とこの鎖骨、この骨、鎖骨ありますね。ここが一番引っ張る時に力が入りやすい。下がちょっとゆとりがありすぎてグッと引っ張るとあんまり来ないんで、上から引っ張るので、だいたいこの鎖骨のところにこの拳が振るぐらいのところでグッと引く。手をサポートするような、相手を前にこう自分のところに引き寄せるときに手をサポートするような、で自分の方に引く。このときに相手が崩れると同時に自分の足を後ろ回りサーブで入れていきます。で、この入れた足に揃える。まずは自分の重心を低くして、低くして伸びてたらあんまり引っ張れませんから、低くした状態が低くしたのをキープしたまま引っ張る。低くなったまま引っ張る。引きつけるんじゃなくて持ち上げる。そうすると心臓
テコの原理で、相手はできるだけ硬い状態で、姿勢が高い状態でキープしたまま、順番相手を上からクッと突き上げる。そうすると低く入ったら投げやすいんです。これを引きつけないです。で投げるということで、これはスピードを崩してからやるよ。これはこう波にこういろんなこういうねじったり入る背中にもあるけども、私はあくまで相手をできるだけ高い位置に気をつけさせて、そこからシーソーみたいな感じで落とす、こういう原理でやってました。じゃあ持ち帰ってみんなちょっと試してどんどん自分の技にできるようにいきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。次は田中井沼先生、田中井沼先生は、私と海老沢先生と同年代の全日本の代表、日本代表です。で、今中の横浜の YouTube でもご覧になった方がいると思うんですけど、はい、非常に分かりやすい説明 でもう論理的に、なんか理論的にこうしっかりと人を投げるっていう教え方を今日はやってみましょう。よろしくお願いします。バックで江田さんですか。じゃあ、今日は対応式にします。対応式ですけど、私の対応式は、外国の方の対応式で、ここの距離がここがセパレート、こういう体落とし多いです。太めにセパレート。前体落としみたいな。キッて言います。キッて。で、3つ。スリーインポータンスっていう。ワン。アイポジション。もちろん膝の裏、膝にをここ、ここにフィール、ここね、ウェイト、アップ、このダウン、ヒット、ここね、ウェイト、フィール。膝の裏は伸びちゃってると重さ感じないんですけど、曲げて完全にかかとと膝がこっち向く感じ、
そうするとこんな90度折れるので、ここに相手の体重が乗った瞬間に手と足をパーンって伸ばす。OK。この3つ。はい、やってみましょう。Some people have a strong hands, so you can't make them tap. So what would you do now? So let me show you. Okay. So from here, so he's not gonna tap, right? Because let's say, so he has a strong neck, then he can resist. Then he's not gonna tap at all. And then if he's not gonna tap, from here, you know, he's resisting. Now I'm gonna put my left arm in here. And then come on, and so come on the side. Now I got on top. So this, you know, I'm on top. That means, you know, this is in osaikomi position, right? At the same time, I'm choking him like this. So I could, so make him tap by just squeezing, or you can just stay on top for 20 seconds to win, right? So you're gonna pin him down and choking at the same time. So one more time. So from here, you come around, and then now, so so put your left arm in here, under his armpit, okay? Under his armpit, and then now I'm on still this side. So you're gonna come on the other side. From here, I'm gonna come on the side, okay? From here to here. And then keep, you know, just stay warm. Stay warm, same thing. Keep moving around. And so you're gonna get it. You're gonna end up into like a yokoshogata position. But again, you can pin him down and then choke him at the same time. So you can either stay on top for 20 seconds to win or make him tap to win. Right, so one more time. So from here, and then let's tweak your hips first, okay? Let's tweak your hips. And then now again, so put your left arm under the armpit and come all the way around. Keep moving around. And then so you come on the other side. Here. So again, I'm choking him. I'm choking his neck. And then also you get on top here. So stay on top here. So again, this is the second one, right? This is the second one. And I'm choking at the same time. That's good? Any questions? Okay, thank you. Okay. Yeah.
するんですけど、今日やるのは肩胛骨、肩胛骨です。はい、肩胛骨で上から持ちます。はい、肩胛骨で、まあ、下からなかなか持たせてもらえないので上から持ちます。で、上から持った時に肘を相手の肘の上にしっかりと乗せておきます。乗せて、で次反対側袖じゃなくて襟持ちます。なるべく深めに深めますよ。これ浅いと、これどういう浅いと後で説明しますけど、深いモードが首にプレッシャーがかかるので、まあ、深く。で持ったらちょっと投げます。この肩胛骨の共前投げはまず上から持って印象を押す。で、反対側に持ってで首にさっきプレッシャーかけるって言ったんですけど、相手の頭を下げさせるとこの後どうするかっていうと、相手の人は頭を上げたくなります。頭を上げるのにどうやって頭を上げるかっていうと、この足が一歩前に来てこうやって上げてきます。それに合わせて2、3でここに入るんですけど、入ったときに投げる方向はそのまま頭の方向です。で、さっき両襟持った首にプレッシャーかけるんですけど、ここでしっかりと自分の方に引いてください。そうすればここで耐えられても、耐えられても、ちょっと今、まだ耐えが。もっと力が強い。ここで耐えられても、ここからぐーっと持ち上げることができる。はい、耐えられました。この頭を引けば、あとはお腹を切るとか投げる。これをさっきの動きとともに波をつけながら入るとすごく威力のある構えができる。ちょっと一回やってみましょう。相手の首にプレッシャーかけて、で波を切るか分かってる。北京オリンピック2位ですね、金メダリスト、ペイシャー選手、先生に見てもらいました。今日は寝技、彼も共前投げ、僕と一緒で得意なんですけど、はい、寝技を。英語は大丈夫です。Basically, after 共前投げ、we've got many times in this position. この position スタート。Very simple, take the arm over your head.Close, lift, turn, and relax. Okay.
main points. First is to catch the arm, to put it on the other side. Then you fix it with your own hand and the arm. Look, lift, and hook. Here is really look, not to put like here or here. So look, but if you put here, can you? So really look and pull through your body. Up. And this last point, but hook over. Down. Push up. So. If you're down, you have more body contact. So two important points, really up and body down. Thank you.